次のトラックレースは男子の 110m ハードルの決勝です。京都記録並びに大会記録は13秒60。それでは決勝の選手を連順にご紹介です。第2レーン井口大地君、京都教育大学。第3レーン尾形誠吾君、洛南高校。第4レーン紀翼君、摂南大学。第5レーン栃岡武井君、同志社大学。第6レーン丸山壮君、筑波大学。第7レーン松本望君、法政大学。第8レーン木下博人君、琵琶湖大学。第9レーン笹篤弘君、法政大学。以上8選手によりまして男子 110m ハードル決勝です。